はい、今日はですね、前々からちょっと前にジムニーのね故障の話をしたんですけれども、その後ですね、結局ジムニーは乗れなくなってしまったので、こちらのね、車を購入いたしました。これはですね、スズキのエブリーという車で、DA17V バンです。軽バンです。はい、やっぱりジムニーに乗っててですね、すごく感じたのは、やはり狭い車内が、まあ、軽だからしょうがないんですけれども、やはりね、車内が狭いということで、こちらの、バンタイプが欲しいなと思ってたんですけれども、まあね、買ってしまいました。はい、本当はもう少し後にと思ったんですけれども、思ったより中古で程度のいいのがねなくてですね、思い切ってこちらのねバンを購入しました。軽バンをね。でこれはあのエブリーの中でも安い型ですね。よく営業車とかになってる車です。はい、それを、今回ですね購入いたしました。で結構ね、見た目綺麗なんですけれども、こちら新古車でして、新古車なのかな、新古車っていう名前で売ってたわけじゃないんですけど、まあおそらく新古車であろうと思います。はい、とね、製造年が2017年だったかな、18年に作られて、なんだっけ、走行距離が、1000キロですね。はい、で一応中古カーセンサーの方にね一応乗っててですね、でまあうちから近いところだったので、買いだなと。で近くの車屋さんに聞いたところ、取り寄せしてもいいですよっていうことで、にっこりみたいな取り寄せできますよにっこりみたいな感じだったんで、まあお願いしまして、はい、そちらの車屋さんから購入したという感じですね。でこれはオートマです。4速のオートマで、4駆もついてますね。寒冷地仕様ではないんですけれども、まあ大丈夫だろうという感じでございます。一応一周ちょっと回ってみますか。タイヤ置いてるのはあのナンバーを隠すためにタイヤ置いてます。こんな感じですね。綺麗ですよね。おじし、痛い。はい、こんな感じになっております。ターボ車ではありませんので、まあやっぱりジムニーに比べるとね、走りはちょっと重いかなっていう感じですけれども、まあ前がねジムニーマニュアルだったので、オートマということで非常に運転は楽ですね。はい、ちょっと内側も見てみますか。内装こんな感じ。内装なんだっけ、内装はまだ全然何もしてないですね。このオーディオだけ、前のねジムニーから外してつけてもらいました。はい、純正はラジオしかついてないし、スピーカーもついてないんですけれども、スピーカーつけてもらって、こう線引っ張ってもらってですね、このオーディオにつないでもらったという感じ。ちょっとね素人では大変そうだったのでお願いしました。で一応走行距離が、こちらですね、1256キロ。はい、でおまけにこの車ですね、車の中が
新車の匂いがしますね。はい、そんぐらい新しいです。スライドドアも非常にスムーズに開きます。はい、で汚れとかももうほとんどないですね。うん、ここなんかもう全然足乗せてない感じ、私が足乗せただけで全然誰も乗ってない感じですね。1000キロだもんな。そしてトランク、よいしょ。もう上に開くタイプが欲しかったんですよね。はい、まあ、軽版は分かんないけど、結構軽だと横に開くタイプもあるので、そうすると屋根代わりにできないので、はい、雨降った時とかね、こうだと非常にありがたいと。で荷台はちょっと暗いですけど、こういう感じ。ここにねタイヤ置いてた、なんだろう、色が映ってますけど、ちょっとまあここは上にシートかぶせれば大丈夫であろうという感じで考えてます。はい、本当にシンプルな作りですね。うん、何もついてないっていう感じの。でも思ったよりも、いろいろあれですね、操縦の方は結構ついてるっていうか、まあ、私が古いジムニーに乗ってたのでそう感じるだけかもしれませんけど、全然あこれいいなっていう感じでしたね。はい、もう浦島太郎状態ですから、今のなんだかセンサーとか乗ってる車乗ったらもうね、多分操縦できないくらいの古いのに乗って、古いのしか乗ったことないので、はい、全然これでいいなっていう感じです。うん、でこの内装の広さですよね。ああ、一番はジムニーだと結局このなんだ、荷台の分しか、多分荷台っていうか後ろ後部座席からこのトランクぐらいだから、物置くとこはこのぐらいですよね。うん、あの座席倒してね、後ろの座席倒してこんぐらいのスペース。でもこの軽バンはもう後ろの後部座席をキープした上でこのぐらいのスペースあるん でさらにこれ倒してフラットにもできるので、はい、非常にいいですね。非常にいいです。よいしょ。はい、ちょっと暗いですけどね。はい、ということでざっくりでしたけれども、こんな感じの、車を購入いたしました。金額ですけれども、車両で90万で、ですね、これエンジンスターターとエンジンスターターのアダプターのキーレスもつけてもらって、あとスタッドレスタイヤもつけてもらって、そして諸経費入れて、ちょうど100万円で、売っていただきました。結構、まあ、タイヤとか、エンジンスターターつけてそのくらいだったらかなり安くしてもらったんじゃないかなと思ってますけれども、はい、寒っ。そうですね、で車検は1年ぐらい残ってる車だったので、まあ今回はね、車検は買うときに取らなくてよかったという感じですね。はい、いや本当ね、良かったですね。前っていうか、やっぱ中古だとね、どっかこっか乗ってるとね、不具合出てくるんですよね。うん、なのでよっぽど安いね中古車買うか、思い切ってあの新しい車を買うか悩んでたんですけれども、まあ非常にね、条件のいい車を見つけられたかなと思います。結構ねこのタイプの新古車が出回ってるみたいでしたね。はい、ただ中にはねやっぱり、四駆ないのとかもあるので、ちょっとね買うとき気をつけなければ、やっぱりこっちは雪降りますんで、うん、四駆ないとちょっと怖いかなっていうとこあるので、はい、うん、まあこんな感じですね。うん、今後はちょっと、なんだ、ネットでもね、ネットつがあの YouTube でもね動画上がってますけど、静音、うん、結構音はねうるさい
感じはあるので、はい、まあ少しでもね静音できたらなと思って考えてはいますけれども、はい、まあ、素人なりに動画にしてみたいなと思ったりもしてますが、はい、まあ、やるかやらないかは未定ですね。まあとりあえず今回はですね、まあ、こういう車を購入しましたという、まあ、簡単なご報告動画でございました。以上。